よう来たもら、サイヤ人の王子、ベジータだ。といったところでリクエストあったからな。最大100レ無料ガシャを今日は引いていこうと思う。その前に、俺様1月1日、元旦のウルトラゴジータブルーからガシャを引いていなくて、決勝が3万3000個だったんだが、気づいたらもう6万になっていたというな。俺は無課金だからな。お前らも希望を持って頑張るんだな。ということで早速引いていこうと思うんだが、今回俺が持ってないキャラで言うと、まあ、ジレン、フルパワー。パワーだって。これ持ってるだろう。結構意外に当ててきてんだよな、副産物。あ、フルパワーフリーザ持ってないな。ゴジフォー結構いい感じと戦ってくかな。あと、ウィスさんとビル様持ってないな。ここら辺狙っていくかな。いや、ジレンフルパワー欲しいな。マッスルポーズかな。うん。こんな冗談置いといて、じけて、まばれー。久々に言ったな、この言葉な。今日はロゼカラーということでね、ピンクのバットマンシャツで来たからな。ちゃんと一緒にバットマンって書いてあるからな。見えるかどうか知らんが。おお、なんだ。急に始まるな。これはそうか。俺が押したんだもんな。さあ、ドカバキインパクト。強制勝利するんだな。ほんとか？黒髪で全力って全然説得力ないんだが。大丈夫か？お、やべ！ひろゆき！さーてと。負けるの結構熱いんじゃないか。ちょっと久しぶりだな。なあ、レジェンズな。引き方も忘れてしまったかもしれんな。怪しい。ちゃんとデイリーミッションをこなしていたからな。大丈夫なはずなんだが。おい、エクストリームのバーゲンセールか、これは。ラディッツが。自爆しとけ、貴様。え？ヒーロー。このピッコロ。おいおい、エクストリームしか出ないぞ。そういうガシャか、これ。まさかのエクストリーム無料ガシャ。なんだ、それは。それは普段もらえるやつだろ。そのチケットは。まあでも、夢。このチケットであんま出たことないからな。俺的にはこう、夢をありがとうチケットと呼んでんだからな、別名な。おーい、今の膝ちょっと痛いんじゃないか。鼻血出てないもんな。ドラゴンボールのキャラのこう、タフさとはどういう基準なんだろうな。バカとか言うんじゃない。ちびっこ見てんだ、これは。お、これは、おー、フリーザフルパワー来た。あれだよな、踏ん張りついてるやつだな。話すなよ。絶対ネイルしとけ。絶対に話すなよ。お、やめちゃ。無茶しやがって。天津飯。お前命を無駄にするな。気候法打ちすぎだぞ、お前。で、ヒーローしか来ないぞ。おいおい。何のヒーローなんだよ、おい。まあ、でもスパーキン来たからな、一番最初にな。フルパワーフリーだな。まだ全然トツ上がってないんだな。赤く真っ赤な星に埋め尽くしてやりたいんだわな。さあ、ぶっ倒す。ほんとか？てか全然、スーパーサイヤ人にもなっちゃうよ。何かと忘れたんだな、多分な。下級選手は。これだから困るぜ。俺様ぐらいになってな、もう自分で、スーパーベジータだと、言っちまうレベルだからな。お、単発やめちゃう。ヒーローのかかる手任せられん。あ、まさかのヒーローのバーゲンセール。ヒーロー。俺にとって全然ヒーローじゃない。エクストリーム。命を大事に。天津飯。キャベ。本当に今回やばいぞ、俺。夢ありがとうチケットだな。なるほど。こいつはなかなか楽しませてくれるじゃねえか。今これで40連目。そうだろう？カカロット黒髪しかなってないしな。これが、これは完全なる宇宙なんじゃないか？大丈夫か？呼吸的なやつは大丈夫か？こう。なあ。フリーダー宇宙空間で生きられるけどな。おお、今ちょっと銀河は綺麗だぞ、あれ。アンドロメダ星雲なんじゃないか、あれはな。完全にな。俺ちょっと宇宙には詳しいからな。漂さかな。ドンと睡眠をとってるイメージがあるんだが、じゃあこうシャキ。スーパーベビー2なんてあったのよ、お前にな。さあ、リクーム。俺を犬神家の一族にした。わからん。ワンチャン俺のことを、栽培マンと勘違いしたいかもしれんな。それで埋めてきたんかもしれん。なんてやつだ。ちょっと待ってくれよ。嘘だろ、おい。もうびっくりするぐらい青いぞ。こんなガシャがあったとはな。ざけやがって。もうダメだ。おしまいだ。と言ってる場合じゃないな。まだ諦めちゃいけない。これでやった半分だからな。おお、やっとスーパーサイジンになったじゃねえか。やっぱフリーダ戦といえばスーパーサイジンだろう。怒りによって目覚めた。スーパーサイヤ人、地球育ちのスーパーサイヤ人。それは何だ、それは。地球育ちのスーパーサイヤ人ではない。
さあ来たな、おー俺だ、スーパーベジータ、食らいやがれと、ネイルしとけ、綺麗に仕上げとくんだな、スーパージャネンバ。お、ちょっとさっきよりネイルしとけかな、ちょっと一風変わったキャッチ、おお18号、そんな服装で戦えるか、おお、メタルクーラー、パンチは怖いな、バコンってってな、猫パンチするかな、バコン。さあまあでもまあスパーキングが来てるからな、凸が上がったと思えばありがたいといったところだな。くそー、まあ大体こんだけ辛い戦いになるだろうなとは予想はしていた、まあ、集めてる段階で思っていた、こうなるだろうなと。な、昨日コミュニティで投稿した時はな、結構当たってるやついたよな、レジェンダリーな、レジェ引きをしてるやつが多かったな、ゴッドレジェ引きしてるやつがな。さあどう来る、いや頼むぜ、インスブロリーとか来たら熱いんかな、あのベジットになってな、よっしゃー、援護できないだろそんなんじゃ、体を変えるぐらい言うんだな、あ変えるだけにな、すごいな、海洋だったら大爆笑レベルだったな。さあフロスト、パッとしないキャラどもだったら、なんだこれがこのチケットの実力か、とんでもないな、どうなってんだ俺はもうこれ、おお来たぞ、後ろがなんか割とこう熱そうな、これどこなんだ、火山、こんな場所あるか、あれか、フリーザ最後戦ったあの、おっしょ負けるか、おっしょ俺だ、何キューッベジータ、ファイナルカメハメハ、まさかスーパーサイヤ人を二人相手にするだな、気の毒なやつだぜ。さあザーボン、スパーキングは確定と、ベルガモ最近あれだな、覚醒きたな、宇宙サバイバル編の、おっ来た、おっ来た、よっしゃやった、バーダック来たぞ、え俺様の演出熱いな、だから言ったろスーパーベジータさんだとな、太ももの筋肉すごいな、起きたら話すなよおじさんな、それ俺か、話すなよと言われたおじさんの方だな、よしバーダック来たぞ、これは熱い、ああよかった、夢ありがとう感謝チケットだったな、まあさすがにもうないかな、きっとな、一応でもロゼカラーだからな、ロゼが来るかもしれんな、いやロゼカラーじゃないよ、ロゼが俺に見せたんだ、俺のこのブルマかもあったこのシャツな、ブルマもよく持ってるな、バットマンって書いてあるやつな、ブルマとかな、わかんないな、バットマンだな、つながりよくわからんし、おやべひろゆき、おおすげえ来るやん、どんだけかからっと思って好きなんで俺かな、絶対芋の会がこう見てたもんな、ストーカーだろこれな、絶対な、 GPS 入れてたろ、あんま気でわかるか、これは熱いんじゃないか、さっきの流れで言ったらな、単発やめちゃ、腹ずんやめちゃだな、これは熱いぞタオパイパイ、さっきなまさかのな、レジェンダリー引きするとはな、来たな、やっちゃいなけん、やっちゃいなけん好きやからな俺な、おおケール、ブロリーかと思ったぜ、まあほぼ同じだよな、性別は違うか、育ちも違う、親のキャラの濃さがまるで違うな、さあ残りあと2回と言ったか。望むところだ。ちょうどウォーミングアップは終わったからだ。80個、なんで、ゴミみたいに来たな。からの俺様が来たと。これで、さっきの、ゴミごと吹き飛ばせ俺様、これ熱いぞ。なあ。スーパーベジータ引き来たな、これな。クーラー聞こうせん、完全に来たよな、これな。演技がいいもんな、クーラー気候戦隊な。カレーめっちゃ食ってたからな。こうやってな、あいつな。さあ、来るか、レジェンダリー引きなるか。まあ、さっきバーダック、まあ、当たったんだから、自爆しとけ、お前は。おジレン来たな。これでもう、とっくに貫突してた。いや、してた。もうしてたか、そうか。仕方がない。これが最後の、俺の誇り高き、10連だ。いやー、暑いな、最後にこう、ベジットぐらい来てほしいんだな。これはあるぞ、いい天気だからな。
こんだけいい天気だな。こう背景もこうちょっと寒そう。寒くないかお前。おい、すごい露出してんだか。ウォーミングアップとポカポカか。おい、まさかの。お、ウイルス性の心臓病にフリーザーかかったと。さあこれは来るか。最後の10連動くわ。強いかな。なった。動けないサイヤ人など必要ない。起きたぞ。これは、おい、来た。おい、ラーちゃん効果いいよな。ゴッド引きだよな。聞こう、あんまり撃つなよ。おい、命を大事んだ。みんな心配するからよ。いや今回暑いぞ。しかもご飯ちゃん来たからな。バーダックもご飯ちゃんまんま使ってないんだが、これは暑い。よし、さあということで、俺様の夢をありがとう感謝チケットのガシャ終わりだ。お前たちまた次回の動画で会おうな。